くださいましてありがとうございます。そういうわけで古きをまた訪ねて新しきを知るということで、中世のヨーロッパでペストが流行ったのをご存じだと思いますけれども、それを今読むと結構当てはまってるんです。今でもというのもご紹介しようと思います。あ、トップバッターの桜さゆりでございます。よろしくお願いいたします。ジョバンニ・ボッカッチョ作デカメロン、翻訳は柏熊達夫さんです。序文。苦しみ悩む人々に同情することは人の常です。今までに慰めを必要とし、誰かからその慰めを得た人々のうちで、かつて慰めが必要であったり、それをありがたいことだと思ったり、あるいはもうその喜びを得たものがあるとしましたら、私はそうした人々の一人です。